皆さんこんばんは。ようこそいらっしゃいました。寺内武史とブルージーンズです。初めてまいりましたこのマクベスというところなんですが、かなり周りが広いんで驚いております。でいい会場で、今日は目いっぱいの演奏を繰り広げようとこのように思っております。今日は主催者が、カモンというところの淵根さんですから、ちょっとマニアックな、リクエストが出ております。非常にこちらは迷惑しておりますが、その迷惑にかかわらず今からその曲をどん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 行ってみたいと思うんですが、この間読売ホールで、ギターを永遠なり、エレキを永遠なりというコンサートをやったんです。
送りしました。よくご存知の曲を、2曲、フライングギター、空飛ぶギター、ラ・クンパルシータをお届けしたんですが、今度はあの、だいたい寺内はあのブラックユーモアというか冗談大好きなんですね。で、冗談、だいたい冗談に乗ってますから、いつもドリフターズ寺内作ったんですよね、碇八千代さんの。知らなかったでしょ。死んじゃったから言えますね。横浜アンサーガールズというグループを、僕はユニットを作ったんですが、アンサーソングってのは日本であんまりやってないかも分かりませんね。シャレきついからね、アメリカでアンサーソングになったらものすごいですからね、人気が莫大なんです。ユニットを作りまして3人組なんです。まずご紹介してみたいと思うんですが、1人が横浜アンサーガールズですから、横浜ですからね、浜陽子という名前です。横浜、浜陽子。お呼びでね、お呼びでないの、これまた失礼しよう。もう1人は伊勢咲子、もう1人元町子。問題ないでしょこれで。さあ、それじゃあお迎えしてみたいと思いますが、こんなアンサーガールズの歌を皆さんにお楽しみいただきたいと思います。皆さんの大きな拍手で、横浜アンサーガールズ。あれ、桑田が作った曲でよくご存知の茶子の海岸物語というのがあるんですが、これが寺内が作詞をし直しましてアンサーソングにすると、茶子の災難物語。いきましょう。ワン、ツー、スリー、ゴー。泣きしめられた海岸で怖い男が変なことする物語。目を閉じて胸を開いて裸で踊れと脅す。私、南の島へ逃げた。まばゆいばかり珊瑚礁。心から嫌だよ茶子、したのだけども私は一人なの。恥ずかしがり屋の私は交わす言葉もなくて、砂浜を指でなぞれば口づけを待つ仕草。俺とお前だけしかいない。嘘は何度も知っている。心から好きだよみんな抱きしめたい。とろくていっぱいいるのだから、愛してるよ。また騙される。続いてお届けする曲なんですが、大変メロディーが綺麗でした。花という曲なんですが、寺内が作詞をすると花粉症の歌になります。ワン、ツー、スリー、ゴー。今から花粉症の歌を歌います。題しまして花。流れてどこどこ行くの。目鼻かゆくてどうすりゃいいの。そんなかゆさをそのうちに。
としても何としても直してみせる。泣きなさい、笑いなさい、いつの日かいつの日か花を直そうよ。泣きなさい、笑いなさい、いつの日もいつの日も花が流れるよ。コスカストーカー、ワン、ツー、スリー、ゴー。これきりこれきりもストーカーやめて、これきりこれきりもストーカーやめて、街の明かりが映し出すしつこい男、見知らぬ人、あなたは少し遅れながら私の後ろ歩いていました。これきりこれきりもストーカーやめて、これきりこれきりもストーカーやめて、急な坂道駆け上ったら今も男見えるでしょうか。ここは横須賀、お送りしました3曲ソロで歌ったんですが、茶子の災難物語、花、横須賀ストーカー、極め好きでもう1曲お届けしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、世界に一つだけの花という曲が大ヒットしましたね。それを寺内が作詞しますと自分自身の問題になります。世界に一人だけのバカ、ワン、ツー、スリー、ゴー。ナンバーワンになれるはずがない、もともと特別なオンリーバカ。花を咲かせることだ。
Thank you.
スター、思い出深い曲です。思い出といえば悲しい思い出があったのが今から35年ほど前なんですが、あまりにも流行りすぎてしまったエレキギター6000を数えるプロのバンドが日本でも出現したんですが、そのうちの一つがブルージーンズでした。あまりにも流行りすぎてしまったエレキギター、あるいは不良少年の温床になる、たまりになる、だから学校で禁止をしようということに、なぜ何を勘違いしたか、そんなことになってしまった。新聞でラジオでテレビで報道しない日はないぐらい毎日毎日エレキギターは不良少年の源、ついにマスコミではこう言われた、あのエレキギターが不良少年を作る楽器だと、これまで言われた。冗談じゃねえ。じゃあ何か、このマクベス帯広あたりの不良少年は昔からみんなエレキギター弾いてたのかよ。そんなこと言っても後の祭りだ。寺内さん、九州宮崎第一高校の生徒ですが、あなたのコンサートを市民会館に見に行きました。みんなで見に行った。でも残念なことに生活保護員に生徒手帳と入場券を取り上げられて、僕たちはそれから1ヶ月の停学になっております。僕の友達、半年間アルバイトをしてようやく賞状をもらうときにこう言ってもらう。これは僕たちだけがもらうんじゃない。ましてや寺内だけがもらうんじゃない。あの時に大人信じられないで社会に出てった何千万の生徒たちと一緒にいただきます。はっきりいろんな賞をもらったことをこの北海道でご報告をいたします。おっす。禁止の真っ只中だった。抵抗を試みた。このまんまじゃ済まされない。意地にかけても抵抗する。禁止をした人たちの話を聞いた。その人たちは有識者というそうだ。年を取ってた。その人たちの話を聞いたらば、好きな音楽は日本の民謡、尊敬する音楽は世界のクラシック。よしよかった。それじゃこうするか、寺内のこのエレキギターで日本の民謡とクラシック奏でた時に世の中なんと答えるか。
どうもありがとうございました。ベートーベンの第5運命、こんな曲を禁止の真っ只中に発表したんですが、世の中悪いことばかりはない、波乱万丈でした。発表したその年、禁止の真っ只中にこのアルバムがなんとレコード大賞の編曲賞を受賞いたします。昨日までエレキギターの悪口ガタガタ言ってたマスコミ、そして社会的に一般的に悪い目で見られてたレコード大賞の賞をもらうと同時に、次の日コロッとひっくり返ってエレキギター素晴らしい素晴らしいともてはやす、冗談じゃね、大人がコロコロ買って子供どうすりゃいいんだ。でもね皆さん、よく覚えておこうじゃないか、いつの世の中も大人も間違いはするもんだ。144メートル、日本海の荒波に育まれ育てられてきた日本の音、僕たちは日本の音と書いて日本の匂いと読む。今この日本には無国籍な歌ばかりが流行る、でもそれは違う、国籍はっきりして世界中仲良くしたい。この曲どんな国に行っても胸を張って演奏してきた、これも抵抗の記録だった、そしてこれも受賞をした。第20回レコード大賞企画賞受賞曲、お別れです。津軽ジョンカラ節、拍手。
ありがとうございました、いろいろなお声あろうとが思いますが、ここで花束をいただけるという情報が入ってまいりました。どうぞ皆さん大きな拍手で、お迎えください。花束の贈呈です。どうぞ。カモンの、ね、フチネさん、この人です。今日の張本人は仕掛けた。どうぞフチネさん、花束いただく前にですね、僕の大好きな花束、全部バラなんです。僕ここがバラでしょう。全部バラね、飾ってあって、好きな花ありがとう。いや、後でいただきます。その前に今日のコンサート の、 感想を述べよう。どうぞ。述べようと言われたんで、私は北海道地方、寺内さんが来た、来るコンサート、学校も含めてだいたい4時間ぐらいのところはもう今全部行ってます。店終わったらすぐ行ってるとかありまして、特に今日は、私のリクエスト曲をほとんどやっていただきまして、本当に、ありがとうございます。僕も本当にいつもリハーサルからこう見て、いつも音響をですね、寺内さんとお話しして、いろんなことを教えていただき、音楽のことも教えていただき、店はどうだみたいなことを言われて、本当に心配をしていただいて、本当にありがとうございます。これからも私は頑張っていきます。寺内さんも、お体の方を大事にしていただいて、あと20年ぐらいやっていただけなきゃ困るかなと思います。大不安でありました。店をやって、そして不景気だから大変でしょう。皆さんどうぞカモンに行って応援をしてあげてください。よろしくお願いいたします。どうぞ。フチネさん、また来年やろうよ。今日はあんまり客が薄かったからさ、そんな大したことないと思うけど、来年はみんなが客連れてきてもらえばいいんですよね。またやりたいと思いますが、いかがでしょう。大きな拍手を。まだ足りないな、これじゃあ。そうですか。それじゃあ花束いただきます。ありがとうございます。どうぞ大きな拍手を。向こうのお客さんからも来てるということで、ありがとうございます。どうぞ、階段ないですか。上がってきてください。上がるんですよ、こっちへ。別に遠慮しないで、うちだと思って。改めてメンバーの紹介をしてお別れしようと思います。一番向こうの端、村松光明、オンキーボード。大きな拍手。北の国からこんにちはという、杉田隆博です。ドラムス松森秀夫、ギターに中村信也、キーボード信田和夫、そして歌にアンサーガールの皆さんです。と最後に私、ギターの寺内武史がお届けいたしました。ごきげんよう、さよなら。なんでこんなことやってんの。そうですか。今日は来てよかったなと思う方、どうぞ大きな拍手を。わかりました。じゃあアンサーガールズもいるから、昔流行ったな、 GS というと、今ガソリンスタンドみたいなこと言う人いますけど、頭きますね。 GS グループサンズの名曲を1曲2曲3曲4曲いこうか。ワン、ツー、スリー、ゴー。
悩み心の痛みに思い出のあの時初めての口づけにした恋の喜びよ帰れ僕のこの胸に My baby want youWhat you see again? My baby want you. What you see again? What you see again? One, two, three, trip.
大きな手拍子ワンツーワンツー長いまつげの大きな瞳が僕を見つめて皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。あの夏の日ブルージーン、そしてアンサーガール、あの夏の日ごきげんよう、さようなら。目いっぱいの演奏が終わりました。皆さんどうぞ大きな拍手を。アンサーガールズ、浜陽子、元町子、伊勢咲子、アンサーソングを歌いました。そしてブルージーンズのメンバーです。皆さんの大きな温かい拍手をどうぞ。またお会いします。ごきげんよう、さようなら。もう一曲やろうか。もう一曲、わかった。学校卒業するときって30歳になっておじさんとかおばさんって呼ばれるのやめよう。みんなで誓い合って卒業したよ。この間田舎に行って茨城の土浦同窓会に出席してみたら、30歳やとんでもなかった。全員60歳超えてた。恩師を囲んで写真撮ろう。誰が恩師だか分かんなくなっちゃった。思い出話に花が咲いた。一晩中みんなで語り明かして帰ってきた。青春へのメッセージ、寺内武史。はずじゃなかったと人生振り返ったら、遠い思い出だけが、ああなぜ光る。いつでも青春と胸張りながら人生振り返ったら、遠い思い出だけに、ああなぜ泣ける。俺の愛する
仲間たち、俺の愛する友達よ。苦しいこともある、悲しいこともある。おっす、寺内武史、2年前だったかな、2年前に大腸がんになった。医者は大したことないって言ったんだ。でもね、そりゃそうだろう、医者が痛いはずねえだろ。こっちが痛かったよ、断腸の思い。手術が終わってお医者さんに聞いてみた。なんでがんになるんでしょう、わけのわかんないこと言ってたよ。遺伝性もある。そう、研究熱心です。寺内は実家に帰って4代前まで母方父方全部調べてみたら、がんで死んだの誰もいないよ。それじゃ遺伝性は嘘じゃねえか。頭にきたから自分で調べることにしたよ。横浜の図書館、野毛山、ラブちゃん引っ張って散歩に行って、図書館に犬は入れないって言った。だから目が見えないんだ。向こうの人が顔知ってたよ。野毛山の図書館、横浜じゃダメで国立図書館まで行って、がんの死亡率、発生率、曲線を調べ出した。同じ曲線があったら何か関係があるだろう。あったよ、2つ聞きたい。聞きたくなきゃ教えないよ。聞きたけ拍手だよ。合唱して聞かなきゃためになる話だよ。夢中で研究した結果、1つは欧米色です。やばいよ、日本が戦争に負けたからだん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 流行ってきた欧米色、これが1つだった。カップヌードル、いろんなのがあるけど添加剤入ったり着色剤入ってやばいよ。それともう1つ上水道だった。マイナスイオン水、クリスタル水というのに全部内中を変えて、そして半年間経った。半年間経って検査をしてみたら、がんのがの字もなくなった。全開したよ。いい話聞けたろう、今日は。演奏だけじゃないだろう。だからみんな食事に気をつけて、小鳥みたいな生活で、トマト、人参、生で食べるとスピードが速い、肉を食べると持続力がある。どっちを選ぶか、適当にやり合い。寺内武史、5歳の俺の愛する仲間たち、俺の愛する子供たち、決してくじけんじゃない、決していい事件じゃない、決して泣くんじゃない。お送りしました寺内武史とブルージーンズ、村松光明、杉田貴博、松森秀夫、中村信也、キーボード信田和夫、そしてアンサーガールには浜陽子、元町子、伊勢崎子、3人揃って横浜アンサーガールズ、私ギターの寺内武史がお届けしてまいりました。
また皆さん来年でもお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。手拍子。3つやって帰ろう。さっき言ったよ、脳書き言わないで、仕事でも何でもいい、目いっぱいやってみようじゃないか。ギターは弾かなきゃ音が出ない、その約束のイエイ、分かったか。よし、2つ目、みんなの子供たちが孫たちがどんどんできる。変な国に拉致をされたり監禁されたり人さらにあったり、冗談じゃない。戦争になんか決して会わないように祈りを込めて2つ目のイエイ、分かったか。よし、3つ目、また来年ここで会おうか、分かったか。ほら、スタンドアップ、here、 スタンドアップ、スタンドアップ。さあ、立ったら手を上に伸ばす、伸ばして手拍子、手に手を上に、まだ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 手が伸びてない、伸びてない、伸びてない、まだまだ、ならば。
思い出深い曲です。思い出といえば悲しい思い出があったのが今から35年ほど前なんですが、あまりにも流行りすぎてしまったエレキギター6000を数えるプロのバンドが日本でも出現したんですが、そのうちの一つがブルージーンズでした。あまりにも流行りすぎてしまったエレキギター、あるいは不良少年の温床になる、たまりになる、だから学校で禁止をしようということに、なぜ何を勘違いしたか、そんなことになってしまった。新聞でラジオでテレビで報道しない日はないぐらい毎日毎日エレキギターが不良少年の源、ついにマスコミではこう言われた、あのエレキギターが不良少年を作る楽器だと、これまで言われた。冗談じゃねえ。じゃあ何か、このマクベス帯広あたりの不良少年は昔からみんなエレキギター弾いてたのかよ。そんなこと言っても後の祭りだ。寺内さん、九州宮崎第一高校の生徒ですが、あなたのコンサートを市民会館に見に行きました。みんなで見に行った。でも残念なことに生活保護員に生徒手帳と入場券を取り上げられて、僕たちはそれから1ヶ月の停学になっております。僕の友達半年間アルバイトをしてようやく賞状をもらうときにこう言ってもらう、これは僕たちだけがもらうんじゃない、ましてや寺内だけがもらうんじゃない、あの時に
大人信じられないで社会に出てった何千万の生徒たちと一緒にいただきます。はっきりいろんな賞をもらったことをこの北海道でご報告をいたします。おす、禁止の真っ只中だった。抵抗を試みた。このまんまじゃ済まされない。意地にかけても抵抗する。禁止をした人たちの話を聞いた。その人たちは有識者というそうだ。年を取ってた。その人たちの話を聞いたらば、好きな音楽は日本の民謡、尊敬する音楽は世界のクラシック。よしよかった。それじゃこうするか。寺内のこのエレキギターで日本の民謡とクラシック奏でた時に世の中なんと答えるか。ありがとうございました。ベートーベンの第5運命、こんな曲を禁止の真っ只中に発表したんですが、世の中悪いことばかりはない、波乱万丈でした。発表したその年、禁止の真っ只中にこのアルバムがなんとレコード大賞の編曲賞を受賞いたします。昨日までエレキギターの悪口ガタガタ言ってたマスコミ、そして社会的に一般的に悪い目で見られてたレコード大賞の賞をもらうと同時に、次の日コロッとひっくるめて、エレキギター素晴らしい素晴らしいともてはやす。冗談じゃねえ。大人がコロコロ買って子供どうすりゃいいんだ。でもね、皆さんよく覚えておこうじゃないか。いつの世の中も大人も間違いはするもんだ。144メートル、日本海の荒波に育まれ育てられてきた日本の音。
僕たちは日本の音と書いて日本の匂いと読む。今この日本には無国籍な歌ばかりが流行る。でもそれは違う。国籍はっきりして世界中仲良くしたい。この曲どんな国に行っても胸を張って演奏してきた。これも抵抗の記録だった。そしてこれも受賞をした。第20回レコード大賞企画賞受賞曲、お別れです。津軽ジョンカラ節。拍手。
ありがとうございました。いろいろなお声あろうとが思いますが、ここで花束をいただけるという情報が入ってまいりました。どうぞ皆さん大きな拍手で、お迎えください。花束の贈呈です。どうぞ。カモンの、ね、フチネさん、この人です。今日の張本人は仕掛けた。どうぞ、フチネさん、花束いただく前にですね、僕の大好きな花束、全部バラなんです。僕ここがバラでしょう。全部バラね、飾ってあって、好きな花ありがとう。後でいただきます。その前に今日のコンサート の感想を述べよう。どうぞ。述べようと言われたんで、私は北海道地方、寺内さんが来た、来るコンサート、学校も含めてだいたい4時間ぐらいのところはもう今全部行ってます。店終わったらすぐ行ってるとかありまして、特に今日は、私のリクエスト曲をほとんどやっていただきまして、本当に、ありがとうございます。僕も本当にいつもリハーサルからこう見て、いつも音響ですね、寺内さんとお話しして、いろんなことを教えていただき、音楽のことも教えていただき、店はどうだみたいなことを言われて、本当に心配をしていただいて本当にありがとうございます。これからも私は頑張っていきます。寺内さんも、お体の方を大事にしていただいて、あと20年ぐらいやっていただけなきゃ困るかなと思います。大不安でありました。店をやって、そして、ね、不景気だから大変でしょう。皆さんどうぞ家紋に行って応援をしてあげてください。よろしくお願いいたします。どうぞ。フチネさん、また来年やろうよ。今日はあんまり客が薄かったからさ、そんな大したことないと思うけど、来年はみんなが客連れてきてもらえばいいんですよね。またやりたいと思いますが、いかがでしょう。大きな拍手を。まだ足りないな、これじゃあ。そうですか。それじゃあ花束いただきます。ありがとうございます。どうぞ大きな拍手を。向こうのお客さんからも来てるということで、ありがとうございます。どうぞ、階段ないですか。上がってきてください。上がるんですよ、こっちへ。別に遠慮しないで、うちだと思って。はいはい、どうぞどうぞ、いらっしゃい。皆さんどうぞ大きな拍手。花束ある方はどうぞ上がっていいですよ。うちうちのコンサートみたいに。バラの花をありがとうございます。一番前でね、お笑いしながら見てました。ありがとうございます。それじゃあいただきます。このピックあげますからね、これね。はい、お嬢さんが花束をこれあげますよ。このピックね、あげますから、これ安産の守り神、ひとまたぎしてください。ありがとうございました。はい、どうも。はい、皆さんどうぞ大きな拍手をどうぞ。はい、はい。改めてメンバーの紹介をしてお別れしようと思います。一番向こうの端、村松光明、オンキーボード、大きな拍手。北の国からこんにちはという、杉田隆弘です。ドラムス松森秀夫、ギターに中村信也、キーボード信田和夫、そして歌にアンサーガールの皆さんです。と最後に私、ギターの寺内武史がお届けいたしました。ごきげんよう、さよなら。なんでこんなことやってんの。そうですか、今日は来てよかったなと思う方はどうぞ大きな拍手を。わかりました。じゃあアンサーガールズもいるから
昔流行ったな GS というと今ガソリンスタンドみたいなこと言う人いますけど頭きますね。 GS グループサンズの名曲を1曲2曲3曲4曲いこうか。ワン、ツー、スリー、ゴー。心の痛みに今宵も一人泣く忘られぬあの日思い出のあの時
静かに眠る。ありがとうございました。またお会いしましょう。あの夏の日、ブルージーン、そしてアンサーガール、あの夏の日、ごきげんよう、さようなら。目いっぱいの演奏が終わりました。皆さんどうぞ大きな拍手を。アンサーガールズ、浜陽子、元町子、伊勢咲子、アンサーソングを歌いました。そしてブルージーンズのメンバーです。皆さんの大きな温かい拍手をどうぞ。またお会いします。ごきげんよう、さようなら。もう一曲やろうか。もう一曲、わかった。学校卒業するときって30歳になっておじさんとかおばさんって呼ばれるのやめよう。みんなで誓い合って卒業したよ。この間田舎に行って
茨城の土浦同窓会に出席してみたら30歳やとんでもなかった。全員60歳超えてた。恩師を囲んで写真撮ろう。誰が恩師だか分かんなくなっちゃった。思い出話に花が咲いた。一晩中みんなで語り明かして帰ってきた。青春へのメッセージ、寺内武史。こんなはずじゃなかったと人生振り返ったら遠い思い出だけが、ああなぜ光る。いつでも青春と胸張りながら人生振り返ったら遠い思い出だけに、ああなぜ泣ける。俺の愛する仲間たち、俺の愛する友達を、苦しいこともある、悲しいこともある。おっす。寺内武史、2年前だったかな、2年前に大腸がんになった。医者は大したことないって言ったんだ。でもね、そりゃそうだろう、医者が痛いはずねえだろ。こっちが痛かったよ、断腸の思い。手術が終わってお医者さんに聞いてみた。なんでがんになるんでしょう。わけのわかんないこと言ってたよ。遺伝性もある。そう、研究熱心です。寺内は実家に帰って4代前まで母方父方全部調べてみたら、がんで死んだの誰もいないよ。それじゃ遺伝性は嘘じゃねえか。頭にきたから自分で調べることにしたよ。横浜の図書館、野毛山、ラブちゃん引っ張って散歩に行って、図書館に犬は入れないって言った。だから目が見えないんだ。向こうの人が顔知ってたよ。野毛山の図書館、横浜じゃダメで国立図書館まで行って、がんの死亡率、発生率、曲線を調べ出した。同じ曲線があったら何か関係があるだろう。あったよ、2つ聞きたい。聞きたくなきゃ教えないよ。聞きたけ拍手だよ。合唱して聞かなきゃためになる話だよ。夢中で研究した結果、1つは欧米色です。やばいよ、日本が戦争に負けたからし、だん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 流行ってきた欧米色、これが1つだった。カップヌードル、いろんなのがあるけど添加剤入ったり着色剤入ってやばいよ。それともう1つ上水道だった。マイナスイオン水、クリスタル水というのに全部内中を変えて、そして半年間経った。半年間経って検査をしてみたら、がんのがの字もなくなった。全開したよ。いい話聞けたろう。今日は演奏だけじゃないだろう。だからみんな食事に気をつけて、小鳥みたいな生活で
トマト、人参、生で食べるとスピードが速い、肉を食べると持続力がある、どっちを選ぶか、適当にやり合い。寺内武志5歳の俺の愛する仲間たち、俺の愛する子供たち、決してくじけんじゃない、決していい事件じゃない、決して泣くんじゃない。寺内武志とブルージーンズ、村松光昭、杉田貴博、松森秀夫、中村信也、キーボード信田和夫、そしてアンサーガールには浜陽子、元町子、伊勢崎子、3人揃って横浜アンサーガールズ、私ギターの寺内武志がお届けしてまいりました。また皆さん来年でもお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。手拍子。やって帰ろう。さっき言ったよ、脳書き言わないで、仕事でも何でもいい、目いっぱいやってみようじゃないか。ギターは弾かなきゃ音が出ない、その約束のイエイ、分かったか。よし。2つ目、みんなの子供たちが孫たちがどんどんできる、変な国に拉致をされたり監禁されたり人さらにあったり、冗談じゃない、戦争になんか決して会わないように祈りを込めて、2つ目のイエイ、分かったか。よし。3つ目、また来年ここで会おうか、分かったか。オーライ、スタンドアップ、here、スタンドアップ、スタンドアップ。さあ、立ったら手を上に伸ばす、伸ばして手拍子、手を上に、まだ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 、手が伸びてない、伸びてない、伸びてない、まだまだ、ならば。